めことさあちゃんです、今回はですね、前回の動画でレオパをお迎えにするにあたりの、飼育環境を整えるという飼育ゲージのレイアウトの動画をアップしたんですが、それの最終調整に入っていこうと思います。こちらが前回の動画で完成させた様子ですね。ちょっとこれが追加になりまして、スイッチボットの温度計と湿度計を買いました。なんとなく白で統一させたかったので、はい、はい、ということでですね、ここからいろいろ追加で買ってきたりとか、ちょっと手を加えたりとかしていこうと思います。はい、今日はダイソーでこんなものを買ってきてみました。このね、レンガ調タイルずっと欲しくって、なんかホームセンターとか探したんですけど意外となくって、まさかダイソーで見つけられるとは。はい、ではこちらを使ってケージの方を装飾していきたいと思います。はい、まずはこちらを使ってですね、ケージの背景を作っていこうと思います。まあ、作っていくというか貼るだけなんですけど、ここのガラスの部分にこれを貼っていこうと思います。そしたらこれをこう開けて観察したり、写真を撮るときにこう後ろのガラスにライトが映り込んだりとか、反射とかを気にせずに自分が映り込んだりとかね、あるので、まあ、反射を気にせずに撮影とかができるかなと思います。横囲っちゃうとね、さすがにここに空気穴が、通気口が横にあるので、ここはちょっと囲わないですけど、この背中の部分だけ囲っていこうかなと思います。で、ここにあたりシールを切らなきゃいけないので、サイズを測ってみますね。めちゃくちゃ苦労した。不器用にも程があるだろうっていう感じなんですが、はい、お、いい感じじゃないですか。これが背景になります。よしよし、壁はね、一応設置するのは最後にしようかなと思います。内装をちょっとやっていこうかな。はい、では内装の方やっていこうと思います。一旦お休みしていただいて、こちらが前回のやったやつですね。で、下にパネルヒーターを引いています。まず、追加で買ったものを紹介します。こちらです。じゃじゃーん。流木にエアプランツが付いているものですね。これを追加で購入しました。多分、2倍的に、どっちで置いた方が2倍かな。こっちかな。どうなんだろう。こっちの方がでもちょっと綺麗かなと思うので、これを
置きたいなと思うんですが、ちょっとエアプランツプラウトちゃうね。これをちょっと一旦余計の、これを角に置くか。かけ橋みたいな。ちょっと温度計が見にくい。温度計が見にくいので。葉っぱでも挟んじゃうか。で置こうかなって、この下に潜ってくれたらちょっと可愛いかなって思いますね。なのでこの温度湿度計をまあこの辺に置いて見えやすいようにしようかな。はい。でゆくゆくはこの下をデザートソイルにしようと思っているので、この今回買ってきたレンガはそれ用になります。ちょっとどういう風に置くかを決めずに買ってきてしまったので量がすごく多いんですが、ちょっと様子を見つつ置いていこうかな。イメージとしてはなんかこうお家からこう道を作れたらなって思うんですけど、どうなんだろうな。水飲みが邪魔だな。一応ね、前回の今のよりちょっと低めのやつ、高さが低いやつをうちにあったので、これでもプラスチックなんだよな。プラスチックどうなんですかね。ここに置くとここにもう一個ブロックが置けなくなってしまう。やっぱここかな。ここ難しいですね、レイアウトってね。あらかわいい、あらかわいい。クッキーみたい。こんな感じでなんとなく並べていこうかなと思います。気分は動物の森ですね。これを敷いたらいいのではっていうのを思ったんですけど、ブロック足りるかな、足りないかもしれないな。ちょっとやってみます。はい、なんとなくパネルヒーターの上にこれを敷いてしまうと温度が伝わりにくいのか、逆になんか熱々のアスファルトみたいに熱すぎちゃったら困るなということで、あえて敷かないで置いてみました。どうなるかな。これなんかでもちょっとおしゃれ、おしゃれっぽくないですか、これね、ほら、はい。まあ、とりあえずその今後やっぱりこう生き物を飼う最初ってこう見た目のレイアウト重視にしがちなのがあるあるだと思うんですけど。なのでこう掃除のしやすさ、メンテナンスのしやすさとかを考えて、まあ今後変える可能性はあると思いますが、とりあえず暫定こんな感じでいいかなと思っています。はい。でパネルヒーターがここにあって、この上にもダントツをつける予定でいて、でこっちが半分、こっち半分があったかいゾーンで、こっちが、まあ、ひんやりまではいかないけど勾配をつけるっていう、寒暖差がある方が望ましいということなので、そんな感じにしようかなと思います。いいんだろうかこれで。これでいいんだろうか。なんかもう正解はないよって感じですよね。そう、このねキノコを買ったんです。これなんか何でできてるんだろう。すごいカチカチのやつ、レシンかな。これの赤をカエルのケージの方に入れていて、お揃いにしたら可愛いかなと思ってこれを買いましたので、これせっかくだからね、これでも温まる場所少なくなっちゃうかな、この辺とかに置いたらいいかな。はい、なんとなくこう
ブルー系、小物はブルー系で揃えたいなと思ってて、これもブルーなんですけど、お家がブルーで、キノコもブルー、まあ、椅子はめちゃくちゃ黄色いんですけど、はい、カエルのケージの方は赤で揃えています。こんな感じかな、とりあえず。はい、ドキドキしてきました明日お迎えなのでね、はい、これで喜んでくれるかな、どうかな。とりあえず暫定こんな感じで、ではさっき、壁紙を貼った上の蓋をつけてみましょう。はい、ちょっとね、後ろがごちゃごちゃして申し訳ないんですが、では上の蓋をはめてみようと思います。はい、こんな感じになります。おー、いいじゃんいいじゃないですか。正面から見たらこんな感じですね。ちょっと開けてみましょう。よいしょ。開けると、はい、こんな感じです。ブロックがアリーナ、水入りやシェルターや観葉植物という名のフェイクグリーンがアリーナ、壁紙はこんな感じで、いいですね、反射しない、私とか汚い部屋が映らないで、ここに湿度、温度計があります。パネルヒーターはね、まだスイッチを入れてないので温度は若干低めですが、だんだん暖かくしていこうと思います。いいですね。ここに、じゃあせっかくなので、もうすぐハロウィンですので、これを添えてみましょう。正面から見たら全く見えないこれでいいのかあれですね、これをなんとかこう壁掛けにできたらいいな。なんか磁石とかつけてこの辺にペット、あ、でも下の温度を知りたいからここの方がいいか。かぼちゃの場所を変えたらいいのかなかぼちゃは、どうしようかな。ここ、あ、ここ、ここいいじゃん、ここ。はい、ここにしましょう。はい、こんな感じで。なんか、季節の小物をちょっとずつ変えていったらいいかな。はい、ちょっとね、ここが若干見づらいですが、全体像こんな感じになりました。左上ですね、この辺がちょっと寂しいかなっていう印象なので、なんかネームプレートじゃないですけど、なんか看板みたいのをつけて、作って、つけてあげてもいいのかなと思います。まあ、何かしらつけます。はい、というわけで、ぐだぐだと長くなってしまいましたが、今回は、レオパの飼育ケージの最終形態というか、なんと言いますか、お迎え前の最終調整でした。一応うちは全部の部屋がエアコン管理になっているので、今はね、ちょっとこの作業をして暑くなってしまったので温度を下げてるんですが、まあ、パネルヒーターを使いつつどれぐらい温度が上がるのかを見て、まあ寒そうだったら暖凍をつける感じですかね。はい。というわけで、こんな感じで終わりにしようと思います。明日はいよいよレオパのお迎えになります。楽しみです。では、次の動画でお会いしましょう。さあちゃんでした。バイバーイ。